よりかかる。立っているのが疲れたので、壁によりかかった。もたれかかる。椅子の背にもたれかかって、ゆったりと座った。つかみかかる。少年は怒りを抑えきれず、相手につかみかかった。つっかかる。牛はものすごい勢いで闘牛士につっかかった。飛びかかる。 警官たちは一斉に犯人に飛びかかった。取りかかる。来週から新しい論文に取りかかる予定だ。くれかかる。くれかかった空に三日月が浮かんでいる。落ちかかる。網棚の荷物が落ちかかっている。立てかける。放棄を壁に立てかけておいた。 話しかける。妹に話しかけたが返事もしない。機嫌が悪いのだろうか。働きかける。会社全体でゴミの減量に取り組むため、他の部署にも働きかけている。押しかける。皆で突然先輩の家に押しかけ、宴会になった。詰めかける。大物政治家の記者会見に、 大勢の記者が詰めかけた。見せかける。あの虫は自らを木の枝に見せかけて敵から身を守っている。言いかける。彼女は何か言いかけたが結局何も言わず口を閉じてしまった。溺れかける。海で泳いでいた時足がつって溺れかけた。言いつける。 上司は部下に仕事を言いつけて外出した。駆けつける。お世話になった上司が入院したと聞き、病院に駆けつけた。決めつける。兄弟喧嘩をすると、親はいつも私が悪いと決めつけ、言い訳させてくれなかった。送りつける。断ったのに、 彼は自分の書いた本を私に送りつけてきた。押し付ける。誰もやりたがらない仕事を押し付けられた。睨みつける。教授は授業中に死後をしていた学生を睨みつけた。叩きつける。父は怒って持っていた新聞を机に叩きつけた。怒鳴りつける。 コーチは練習を怠けてばかりいる選手を怒鳴りつけた。備えつける。この量は各部屋にエアコンと冷蔵庫が備えつけられている。飾りつける。クリスマスツリーに豆電球を飾りつけた。やりつける。今日はスピーチなどというやりつけないことをしたので疲れた。 行きつける。海外旅行は行きつけているから特に緊張することもない。勝ち取る。チーム結成10年目にしてようやく優勝を勝ち取ることができた。掴み取る。チャンスは自分で掴み取るものだ。聞き取る。相手が早口で何を言っているのか聞き取れなかった。書き取る。 授業中は先生の話を書き取るのに精一杯で考える余裕などない。読み取る。私はあまり小説を読まないので登場人物の気持ちを読み取るのは苦手だ。乗っ取る。犯人は飛行機を乗っ取って目的地に向かわせた。抜き取る。一流のすりは財布から紙幣を抜き取って 財布だけをバッグに戻したりするそうだ。言い返す。悪口を言われたので私も負けずに言い返した。読み返す。母からの手紙が嬉しくて何度も読み返した。聞き返す。祖母は耳が遠いので聞き返すことがよくある。思い返す。 研修会に参加するつもりだったが、思い返して行かないことにした。見返す。レポートを見返していたら、誤字を発見した。使い切る。買った食材は使い切るようにしている。出し切る。全力を出し切って戦ったが、負けてしまった。わかり切る。 そんなわかりきったことを何度も言わないで。困りきる。何度注意しても息子の怠け癖が治らず、親も困りきっている。住み切る。住み切った青空の下で体育祭が行われた。押し切る。兄は家族の反対を押し切って転職した。言い切る。 専門家がこの絵は本物だと言い切った。踏み切る。政府はついに消費税の値上げに踏み切った。取り返す。今年は投資が好調で昨年の損失を取り返すことができた。取り立てる。大家は溜まっていた家賃を取り立てた。取り締まる。 スピード違反を取り締まる。取り組む。彼は難しい課題に意欲的に取り組んでいる。取り込む。洗濯物を取り込んで畳む。取り下げる。強く引き止められたので辞表を取り下げた。取り継ぐ。秘書が客の要件を社長に取り継いだ。 取り巻く。報道陣が首相を取り巻いて質問した。取り除く。目に入ったゴミを取り除く。取り替える。歯ブラシは毛先が開いたら新しいものと取り替えた方がいい。取り付ける。電気屋にエアコンを取り付けてもらった。取り扱う。 この荷物は壊れやすいので、丁寧に取り扱ってください。取り決める。次回の会合で契約条件を取り決める予定だ。取りまとめる。皆の荷物を取りまとめて部屋の隅に置いた。取りやめる。急病のため旅行を取りやめた。取り寄せる。最近では、 ネットを利用して全国から美味しいものを取り寄せることができる。突き返す。上司からもっと詳しく書けと報告書を突き返された。突き飛ばす。犯人は捕まえようとした警官を突き飛ばして逃走した。突き上げる。拳を突き上げて抗議の意思を示す。 突き出す。彼女は不満そうに顎を突き出した。突き放す。子供を自立させるためには、時には突き放すことも必要だ。突きつける。強盗は住人にナイフを突きつけて金を出せと脅した。突き合わせる。膝を突き合わせて相談する。 突き止める。刑事たちはようやく犯人の隠れ家を突き止めた。突き詰める。彼女は何でも突き詰めて考えすぎる。飛び降りる。高いところから飛び降りる。飛び歩く。兄はセールスマンとして全国を飛び歩いている。飛び起きる。 目が覚めたのが家を出る十五分前、飛び起きて慌てて支度をし家を飛び出した。飛び越える、飛び越す。幅二メートルくらいの川なら走って飛び越せるだろう。飛びつく。子供は帰ってきた父親に飛びついた。飛び散る。床に落ちたグラスが割れ、破片が飛び散った。 飛び跳ねる。妹は合格が分かり、飛び跳ねて喜んだ。差し出す。握手をしようと手を差し出した。差し伸べる。山道で彼は彼女を助けようと手を差し伸べた。差し挟む。本にしおりを差し挟んでおいた。差し引く。 給料から税金や保険料を差し引くと手取りは18万円ほどだ。差し控える。今回の件に関するコメントは差し控えさせていただきます。差し替える。資料のグラフを新しいものと差し替える。差し迫る。締め切りが差し迫っている。引き上げる。 沈んだ船を引き上げる。引き上げる。もう十時だ、そろそろ引き上げよう。引き下がる。上司に反対されてはこちらが引き下がるしかない。引き止める。会社を辞めたがっている同僚を皆で引き止めた。引き取る。新しい家電製品を買うと、 古いのは店で引き取ってくれる。引きずる。荷物が重いので引きずって運んだ。引き締める。この体操はウエストを引き締める効果がある。引きこもる。不登校になり家に引きこもる若者が増えている。引き伸ばす。 旅先で撮った写真を引き伸ばして飾った。引き伸ばす。議論ばかりして、これ以上解決を引き伸ばすのは許されない。振り返る。後ろから名前を呼ばれたので振り返った。振り返る。祝日が日曜日に重なると、休みは翌月曜日に振り返られる。振り回す。 犯人はナイフを振り回して暴れた。寄りかかる。立っているのが疲れたので壁に寄りかかった。もたれかかる。椅子の背にもたれかかってゆったりと座った。つかみかかる。 少年は怒りを抑えきれず、相手につかみかかった。つっかかる。牛はものすごい勢いで闘牛士につっかかった。飛びかかる。警官たちは一斉に犯人に飛びかかった。取りかかる。来週から新しい論文に取りかかる予定だ。くれかかる。くれかかった空に、 三日月が浮かんでいる。落ちかかる。網棚の荷物が落ちかかっている。立てかける。ほうきを壁に立てかけておいた。話しかける。妹に話しかけたが返事もしない。機嫌が悪いのだろうか。働きかける。会社全体でゴミの減量に取り組むため、 他の部署にも働きかけている。押しかける。みんなで突然先輩の家に押しかけ宴会になった。詰めかける。大物政治家の記者会見に大勢の記者が詰めかけた。見せかける。あの虫は自らを木の枝に見せかけて敵から身を守っている。言いかける。 彼女は何か言いかけたが、結局何も言わず口を閉じてしまった。溺れかける。海で泳いでいたとき、足がつって溺れかけた。言いつける。上司は部下に仕事を言いつけて外出した。駆けつける。お世話になった上司が入院したと聞き、病院に駆けつけた。 決めつける。兄弟喧嘩をすると、親はいつも私が悪いと決めつけ、言い訳させてくれなかった。送りつける。断ったのに、彼は自分の書いた本を私に送りつけてきた。押しつける。誰もやりたがらない仕事を押しつけられた。睨みつける。教授は授業中に、 死後をしていた学生を睨みつけた。叩きつける。父は怒って持っていた新聞を机に叩きつけた。怒鳴りつける。コーチは練習を怠けてばかりいる選手を怒鳴りつけた。備えつける。この量は各部屋にエアコンと冷蔵庫が備えつけられている。飾りつける。 クリスマスツリーに豆電球を飾り付けた。やりつける。今日はスピーチなどというやりつけないことをしたので疲れた。行きつける。海外旅行は行きつけているから特に緊張することもない。勝ち取る。チーム結成10年目にしてようやく優勝を勝ち取ることができた。掴み取る。 チャンスは自分でつかみ取るものだ。聞き取る。相手が早口で何を言っているのか聞き取れなかった。書き取る。授業中は先生の話を書き取るのに精一杯で考える余裕などない。読み取る。私はあまり小説を読まないので登場人物の気持ちを読み取るのは苦手だ。 乗っ取る。犯人は飛行機を乗っ取って目的地に向かわせた。抜き取る。一流のスリは財布から紙幣を抜き取って財布だけをバッグに戻したりするそうだ。言い返す。悪口を言われたので私も負けずに言い返した。読み返す。母からの手紙が嬉しくて 何度も読み返した。聞き返す。祖母は耳が遠いので、聞き返すことがよくある。思い返す。研修会に参加するつもりだったが、思い返して行かないことにした。見返す。レポートを見返していたら、5時を発見した。使い切る。 買った食材は使い切るようにしている。出し切る。全力を出し切って戦ったが負けてしまった。わかり切る。そんなわかり切ったことを何度も言わないで。困り切る。何度注意しても息子の怠け癖が治らず、親も困り切っている。住み切る。 澄み切った青空の下で体育祭が行われた。押し切る。兄は家族の反対を押し切って転職した。言い切る。専門家がこの絵は本物だと言い切った。踏み切る。政府はついに消費税の値上げに踏み切った。取り返す。今年は投資が好調で、 昨年の損失を取り返すことができた。取り立てる。大家はたまっていた家賃を取り立てた。取り締まる。スピード違反を取り締まる。取り組む。彼は難しい課題に意欲的に取り組んでいる。取り込む。洗濯物を取り込んで畳む。取り下げる。 強く引き止められたので、辞表を取り下げた。取り継ぐ。秘書が客の要件を社長に取り継いだ。取り巻く。報道陣が首相を取り巻いて質問した。取り除く。目に入ったゴミを取り除く。取り替える。歯ブラシは毛先が開いたら、新しいものと、 取り替えた方がいい。取り付ける。電気屋にエアコンを取り付けてもらった。取り扱う。この荷物は壊れやすいので、丁寧に取り扱ってください。取り決める。次回の会合で契約条件を取り決める予定だ。取りまとめる。皆の荷物を取りまとめて部屋の隅に置いた。 取りやめる。急病のため旅行を取りやめた。取り寄せる。最近ではネットを利用して全国から美味しいものを取り寄せることができる。突き返す。上司からもっと詳しく書けと報告書を突き返された。突き飛ばす。 犯人は捕まえようとした警官を突き飛ばして逃走した。突き上げる。拳を突き上げて抗議の意思を示す。突き出す。彼女は不満そうに顎を突き出した。突き放す。子供を自立させるためには、時には突き放すことも必要だ。突きつける。 強盗は住人にナイフを突きつけて金を出せと脅した。突き合わせる。膝を突き合わせて相談する。突き止める。刑事たちはようやく犯人の隠れ家を突き止めた。突き詰める。彼女は何でも突き詰めて考えすぎる。飛び降りる。 高いところから飛び降りる。飛び歩く。兄はセールスマンとして全国を飛び歩いている。飛び起きる。目が覚めたのが家を出る15分前。飛び起きて慌てて支度をし家を飛び出した。飛び越える。飛び越す。幅2メートルくらいの川なら走って飛び越せるだろう。飛びつく。 子供は帰ってきた父親に飛びついた。飛び散る。床に落ちたグラスが割れ、破片が飛び散った。飛び跳ねる。妹は合格がわかり、飛び跳ねて喜んだ。差し出す。握手をしようと手を差し出した。差し伸べる。山道で、 彼は彼女を助けようと手を差し伸べた。差し挟む。本にしおりを差し挟んでおいた。差し引く。給料から税金や保険料を差し引くと手取りは18万円ほどだ。差し控える。今回の件に関するコメントは差し控えさせていただきます。差し替える。 資料のグラフを新しいものと差し替える。差し迫る。締め切りが差し迫っている。引き上げる。沈んだ船を引き上げる。引き上げる。もう十時だ、そろそろ引き上げよう。引き下がる。上司に反対されてはこちらが引き下がるしかない。引き止める。 会社を辞めたがっている同僚を皆で引き止めた。引き取る。新しい家電製品を買うと古いのは店で引き取ってくれる。引きずる。荷物が重いので引きずって運んだ。引き締める。この体操はウエストを引き締める効果がある。引きこもる。 不登校になり、家に引きこもる若者が増えている。引き伸ばす。旅先で撮った写真を引き伸ばして飾った。引き伸ばす。議論ばかりして、これ以上解決を引き伸ばすのは許されない。振り返る。後ろから名前を呼ばれたので、振り返った。振り返る。 祝日が日曜日に重なると、休みは翌月曜日に振り返られる。振り回す。犯人はナイフを振り回して暴れた。